イロットは全神経を集中して操縦しています。それでは T14 機による戦時飛行をお楽しみください。これからその軽快な軌道を皆様にご覧いただきます。先ほど4機編隊から分かれた4番機がこれから横水平方向に8の字を書くように急旋回を行います。これだけの高機動ができる輸送機は世界でも類を見ません。ここでいただきます。第403飛行隊はここ日本基地を拠点として C1 そして YS11 により北は北海道から南は沖縄、南鳥島、硫黄島まで航空輸送する任務を実施しています。また災害沖ノ島からの緊急患者の空輸を行っています。完了します。
常に高度な技術と高い集中力を必要とします。高度は約450メートル、速度は時速450キロです。
な左上昇旋回を開始しました。この2機は上昇旋回によって減速し着陸体制に移行します。ここで本展示飛行の乗組員の紹介を行います。1番機編隊長伊藤空さん、横田勝弘、副担当空曹田中志、4番機機長伊藤空尉福留祐樹、副操縦士伊藤空尉山口博、伊藤空尉平木耕作、非常整備員最後に着陸する C1 は短距離着陸を行います。でしょうか。